いやー、春だしなんかおしゃれしたいな。でも他にも趣味があって、なかなかファッションだけにお金かけられないんだよな。できればなるべく予算を抑えておしゃれしたいんだけども、そうだ、ユニクロとか使ってなんかおしゃれにコーディネートできないかな。誰かユニクロの春コーデ教えてくれる人いないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、全身ユニクロ春コーデということでお届けをしたいなと思っています。毎シーズン恒例で行っている企画なんですが、まあ、冒頭にもお伝えした通り、まあ、ファッションとかおしゃれというのは、まあ、多くの方にとって興味のあるジャンルだとは思うんですが、ただですね、このおしゃれが趣味という方がめちゃくちゃ多いかというと、そうではなくて、他にもいろいろと趣味がある中で一定限のファッションを楽しみたいという方、こういった方がですね、結構多いんじゃないのかなと思ってるんですね。そうなるとやっぱり他にもお金がかかるので、ファッションに対して投資できる金額ってある程度限られてくると思うんですね。まあ、そんな時に僕たちの味方になってくれるのが、まさにユニクロの存在かなと思います。全国各地にお店があり、オンラインでも買い物がしやすく、なおかつ値段は抑えめというところで、気軽にトライしやすいものが多いので、やっぱりユニクロを着てる方は非常に多いかなと思うんですね。まあ、ユニクロも最近ではイメージ上がってきてはいますが、やっぱり店内にはお洋服がいっぱいあるので、その中からピンポイントでおしゃれなものを選んで全身ユニクロコーデするっていうのはそんなに簡単じゃないんですね。僕も毎回この企画は苦戦をしているんですけども、だからこそ今回の動画では皆さんにですね、全身ユニクロで大人のコーデをですね、しっかりと解説をしていきたいなと思っていますので、よかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。まあ、どのアイテムに関しても現在ユニクロの店舗で買えるものが多いかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、今回の着こなし一つの参考にしながら、まあ、全身ユニクロでもいいですし、手持ちのその他の服を組み合わせながらでもいいので、春の着こなしを存分に楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的に全身ユニクロ春コーデを皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、ちょっと春らしいライトな着こなしからご紹介をしたいなと思っています。僕がですね、上半身に着ているのは、先日もご紹介しました今季のユニクロ U の UTT オーバーサイズシャツですね。こちらのカラーに関してはライトブルーというものをですね、今回は着てみましたが、いかがでしょうか。これはですね、まさに春にぴったりな爽やかな雰囲気を持ったそんな一枚になっていまして、まあ、アウター的な見え方をするんですけども、本当にシャツなのでサクッと T シャツの上に羽織るだけで春らしい着こなしが完成するかなと思います。で、メンズファッションっていうと結構上半身が重めのものも多かったりするんですね。ブラックだとかネイビーのアウター皆さんも多く持ってるかなと思うんですが、上半身を明るくするだけでだいぶ印象が変わってくるんですね。まあ、そういった意味でもこちらのライトブルーという色は爽やかで、だけども真っ白にはないようなちょっとしたこなれ感みたいのが出るので、すごくバランスのいいカラーかなと思います。こちらをですね、前のボタンは止めずにサクッと羽織る感じで着て、あとは腕をちょっと託し上げるような感じで着るとこなれ感が出てくるかなと思います。そしてその下にはですね、同じくユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズクルネック T シャツですね。こちらの、まあ、ちょっと見づらいかなと思うんですが、ホワイトなんですけども、マイクロボーダーみたいに細かなボーダーが入ってるような、そんな柄になってるものを選んでみました。ホワイトとブラックの2色で構成されていて、近くで見るとそれがわかるんですが、遠くから見るとちょっとこう2色が混ざり合ってグレーのような見え方してくれるんですね。これがなかなか便利で、一番上に着ているこちらのアウターがライトブルーという表記なんですが、ライトグレーにも見えなくはないので、同じような色合いですね。このトップス、この T シャツ自体もグレー系に見えて、なおかつそれよりも少し明るめのライトブルー、ライトグレーっぽい色ですね。こういったもので上半身を似たような色で揃えておいて、そしてボトムスですね、こちらに関してはいつも通りユニクロのですね、タックワイドパンツですね。個人的には少しゆとりのある着こなしが好きだったりするので、まあ、こちらを合わせてみました。もちろん皆さんのお手持ちのスマートアンクルパンツだとか感動パンツで合わせていただいてもいいかなと思うんですね。特に年齢を重ねていくごとにサイズ感は少しジャストめにした方がいいかなと思うので、40代後半から50代以降の方であればスマートアンクルパンツだとか感動パンツがおすすめ
なんですが、まあ、30代後半から40代前半のトレンド感取り入れるのが好きな方であればタックワイドパンツぐらいがちょうどいいのかなと思います。上半身明るめにまとめて、それに対してボトムスでですね、引き締めるようなイメージでバランス取っていただければ、春の着こなしにはすごく相性がいいんじゃないのかなと思います。で、足元なんですが、すいません、全身ユニクロと言いつつ足元だけはですね、毎回勘弁していただいているんですね。まあ、全身の着こなし自体である程度予算を抑えたら、靴だとか小物に関してはそんなに量は必要ないので、しっかりとしたものを用意してあげるとですね、ユニクロの服もちょっとそれに引きずられて高見えするというのがあるので、小物にはちょっと投資をした方がいいかなと思います。今回はですね、ちょっとボトムスと靴を揃えるという形で、僕はあんまりやらないコーディネートではあるんですが、ブラック系の靴を今回取り入れてみました。これ私物としてもう 3,4 年ぐらい履いてるかなと思うんですが、サロモンの XT6 というシリーズの靴ですね。まあ、最近すごく旬な靴として、まあ、いろんな方ご紹介してますが、まあ、こちらを合わせてみました。ブラックなんですけども、ところどころですね、青だとか赤だとかイエローのですね、色が混ざってたりだとか、素材使いを変えることで重たくならないような雰囲気なので、まあ、こういったもので今回はまとめてみました。この着こなしは難易度で言うと全然難しくはないかなと思います。まあ、こういった形、今タックインを T シャツしているので、これが人によって好き嫌いがあるかなと思うので、違和感がある方はですね、出して着ていただいてもいいと思いますし、まあ、トレンド感出したい方はタックインした方が、まあ、よりですね、今っぽい見え方してくれるかなと思います。まあ、爽やかなシャツスタイルなんだけども、アウターっぽく見せられるというところで、この着こなしはなかなか使いやすいかなと思うので、よかったら参考にしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目の着こなしを皆さんにご紹介できればなと思っています。今回の着こなしはちょっとスポーティーな方向に振ってみました。これまたですね、今季のユニクロ U のですね、 UTT フーデッドジャケットというものをですね、メインに組んでみましたが、いかがでしょうか。僕はこういったスポーティーなアウターが結構好きで、まあ、皆さんにもいろいろとご紹介してるかなと思うんですね。まあ、ノースペースのコンパクトジャケットとか、まあ、そのあたりのですね、スポーツブランド、アウトドアブランドのものもですね、すごくいいかなと思うんですが、まあ、ユニクロ U が作るとですね、やっぱりデザイン的にはブランドロゴも入らないので、まあ、よりこうカジュアルに馴染みやすいような雰囲気になってくるかなと思います。まあ、デザイン的にもやっぱりですね、デザイナーの方が入って作ってるだけあって、凝った作りになってますよね。個人的にはこのような変則的なですね、フード付きのジャケットはすごく好きなので、まあ、この春もですね、ガンガン使っていきたいなと思っているんですが、色がブラックということでちょっと重めなんですね。ですので、その内側にはですね、シャツを取り入れているんですが、ベージュのですね、ストライプ柄のものですね。これまたユニクロ U のアイテムなんですけども、ちょっとこれはですね、2023年の秋冬のものなので、ちょっと今手に入るかどうかは不明なんですが、まあ、このあたりの色で少し春らしさというか明るさをですね、取り入れるようにしています。で、結構個人的に好きなんですが、こういった丈の短いアウターに対してあえてシャツのような丈の長いものを取り入れることで、着丈の長さの違いをですね、楽しむという着こなしも結構ですね、大人世代には似合いやすいかなと思うんですね。まあ、このアウター自体がフード付きでちょっとカジュアルな方向性なので、それに対して内側シャツですね、まあ、第一ボタンまで締めて小綺麗に着てあげると、割と綺麗めな印象にもなるかなと思うので、まあ、そういった意味でも今回はベージュのこちらのですね、ストライプのシャツを取り入れてみました。まあ、こちらはお手持ちの白シャツとか、あとバンドカラーシャツとかでも全然いいかなと思うので、まあ、持ってるものでカスタマイズをしていただきたいなと思っています。で、ボトムスなんですが、まあ、こちらのブラックのアウターに対して何が合うかなというと、ブラックだと重たすぎるのでちょっと難しいですし、まあ、オリーブ系のパンツも先ほど合わせてみたんですが、結構上半身がカジュアルで、ボトムスもカーゴパンツっぽいものだとややカジュアル感が強すぎるかなと思ったので、まあ、グレー系のパンツを今回合わせてみました。これもですね、タックワイドパンツですね。僕はちょっとこの緩めのシルエットが好きなので、ブラックとグレーをですね、結構両方ともよく使っているんですが、ブラックのアウターに対してやっぱりよく合うのはグレー系のパンツということで、まあ、モノトーンでこの上下を組み立てています。まあ、全体的に少しだけゆとりのあるようなシルエットを意識しているので、僕はこちらのタックワイドパンツを履いていますが、スマートアンクルパンツとかで代用してもらってもいいかなと思います。ただ感動パンツまで細くなってしまうと、こちらの UTT フードジャケットと雰囲気合わないかなと思うので、まあ、できればタックワイドパンツだとかスマートアンクルパンツのような少しだけ緩さのあるものと合わせた方が親和性は高いんじゃないのかなと思います。で、ボトムスなんですけど、今グレー履
いてますが、例えばホワイト系のデニムなんかで合わせてあげてもすごくバランスがいいので、まあ、そういった着こなしも試していただきたいなと思います。で、足元なんですが、今回はジャーマントレーナーですね、こちらを合わせてみました。まあ、ちょっと全体的に重めのカラーなので、白のスニーカーで少し明るさを出してあげるとバランスがいいかなということで、こういった着こなしを組み立ててみました。まあ、こういったアウターがスポーティーな雰囲気だと、まあ、結構大人の男性を見ているとスポーティーな着こなしが好きな方は多いのかなと思うんですね。ただ全身の中にスポーティーなアイテムが2点3点と入ってしまうとカジュアルになりすぎてしまうんですね。なので今回はこちらのフード付きのアウターですね、ここだけがちょっとスポーティーな要素はあるんですが、それ以外はちょっときれいめな要素を取り入れることで大人っぽいスポーティーなスタイルをですね作ってみましたので、まあ、よかったら皆さんも参考にしていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目の着こなしなんですが、今度はですね、主役に持ってきたのはシャツですね。一つ目のコーディネートもシャツを主役にしていましたが、あちらはライトブルーという形で明るめのシャツに対してボトムスで引き締めるようなコーディネートでしたが、まあ、今回はその逆ですね。上半身はちょっと濃いめにまとめて、ボトムスは白で明るさを出すようなコーディネートを組んでみました。まずはですね、上半身に着てるこちらのシャツなんですが、これはですね、今季のユニクロUのオープンカラーシャツですね。色はチャコールグレーを選んでいます。これは先日ユニクロUの発売日よりももっと前からですね、店頭に並んでいた先行発売のアイテムになっているんですね。まあ、その頃にはまだまだ寒かったので、なかなか着る姿がですね想定できなかったんですが、まあ、最近になって気温が上がってきたら、まあ、このようなアイテムっていうのはまさに使いやすいのかなということで、まあ、今回追加で買い足しをしました。まあ、オープンカラーシャツということで襟元が特徴的なんですね。グッと開くような形でまさに春夏らしいような見え方してくれるので、まあ、なかなか1枚あると便利なトップスになってくるかなと思います。これを今回はボタンは前をしっかりと締めて、まあ、先ほど同様にですね、腕はちょっと託し上げるのが僕は好きなんですね。そうすることでちょっと時計だとかバングル小物みたいなものが見せることができるので、少しこなれ感は出せるんじゃないのかなと思います。まあ、それに対して内側なんですが、こちらブラックの T シャツを合わせています。これユニクロUのエアリズムことオーバーサイズクルネック T シャツなんですが、まあ、それに関わらず、まあ、お手持ちのもので再現していただきたいなと思うんですね。まあ、上半身は結構チャコールグレーとブラックということで濃いめにまとめています。一方でボトムスは春らしいホワイトを持ってくることで一気に明るさを出しているんですね。まあ、これはですね、まあ、今季のユニクロのちょっとシルエットもゆとりのあるリラックスアンクルジーンズですね。これがですね、僕の中では今季めちゃくちゃ優秀だったなと思ってまして、普段のコーディネートの中でもよく使ってるんですが、白ジーンズの中でもタイトな方向性ではなくて少しだけゆとりを持たせていて、丈の長さもですね、割と最初から少し短めにしてあるので、割と裾上げしないでそのまま履ける方もいらっしゃるんじゃないのかなと思います。僕は残念ながら裾上げせざるを得なかったんですけども、まあ、これがすごく使い勝手が良くて、キザにならないような白パンとして上半身をちょっと重ための色でまとめて履いていただくとすごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。そして足元なんですが、まあ、白系のデニムには僕はですね、ニューバランスのグレーを合わせることが非常に多いんですが、白パンの持つちょっとキザさをですね、ニューバランスのスニーカーで少しこう中和するみたいな形のイメージで僕は捉えています。ホワイトとグレーというのも結構馴染みがいいので、このような形で組み合わせて、またこのニューバランスのグレーと上半身のこのチャコールグレーですね、まあ、これもですね、色をリンクさせるような形で統一をさせていますので、割と馴染みのいいコーディネートになってくるのかなと思います。同じシャツを使ったコーディネートでもシャツの色が違うだけで全然印象は変わってくるかなと思うんですね。春らしいライトブルーを使えば上半身が華やかになりますし、今僕が着てるようなチャコールグレーのシャツというのもやっぱり1枚で着た時のこうシャープさみたいなものがあって個人的には好きなんですね。ただこれに対してボトムスも暗い色だとちょっと春らしさが出ないので、思い切ってホワイト持ってくれば、こういった暗い色のシャツもですね、春にもすごく活躍してくれるかなと思うので、まあ、ぜひこの組み合わせを皆さんお試しいただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画では全身ユニクロ春コーデ参戦というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、僕の中でもこの企画というのは楽しみにもしているんですが、それなりに大変なので毎回どうしようかなという準備をするわけなんですね。そもそもですね、全身ユニクロで揃えなくちゃいけないので、ある程度アイテムを買い揃えなくちゃいけないのと、あとは限られたアイテム数の中で3つのコーディネートをですね、なるべく雰囲気被らないように作るのは結構難しかったですので、僕自身も今回の動画を撮りながらですね、良い刺激になりました。まあ、ぜひ皆さんもですね、今回の動画を参考にしながらユニクロコーデを楽しんでいただきたいなと思っています。まあ、今の時期だと、まあ、幸いですね、ユニクロの
通常ラインだけではなくてユニクロ U ですね、今回結構ふんだんに使いましたが、このあたりも店舗で買うことができるかなと思うんですね。このあたりをうまく使うことで鮮度の高い着こなしもできるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですねお楽しみいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドのですね知識に関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信をやっていまして、皆さんからいただいたご質問にお答えしながらワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらは動画ではなくて写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとか、僕自身がリアルに買ったものをどんどん発信をしています。僕もほぼ毎日記事を書いていますし、まあ、僕以外のスタイリストやプロもですね記事を執筆してくれています。また参加者の皆さんもですね気軽に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、こちらも気になる方は概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。